はい、えー、では次はですね、沼田由香さんの、えー、展示ですね、えー、ソロエキシビション、曖昧とのランデブーという展示です、えー、コートヤード広尾というね、場所ですね、えー、こちらも一度ね、紹介したことありますね、えー、ですけど、広尾、まあ、広尾って言うとね、広尾からはだいぶ遠いですよ、広尾駅からだいぶ遠いですね、これもねどこから、どこからの駅が一番近いのかちょっとよくわかんないんですけど、僕、自転車で行っちゃうんでね、 あのー、あれですよ、六本木のところあの高速通ってるじゃないですか、あの高速沿いですね、高速沿いずーっとこう、あの渋谷の方にこう行くとですね、えっ、ー、と、渋谷の方に行って、広尾の方にちょっとこう左に入るんですね、えっ、ー、と、ありますね、はい、そういうところです、はい、まあ、なかなか面白い場所ですよ、えー、まあ、こういう DM ですね、沼田さんまだまだ若い作家ですね、えっ、ー、と、忠興一郎君とかと同じなぐらいなんじゃないかなと思うんだけど、はい。 えっとまだ展示してますかね、一週、あと1週間展示してますかね。はいえー、っと、これは、あ、ここにありますね、沼田さん。ちょっとこれの情報見ましょうか。まあ、芸大の作家ですね。あ、ウィーン美術アカデミーに留学してたんだ。えー、ウィーン美術アカデミーって村山五郎が行ったとこ、あ、違うか、あいつはウィーン大学か。えー、っとですね、千葉生まれみたいですね、1992年生まれ。 えっと今29か。えー、アトムアートアワードで1位ということですね。はい。えー、じゃあね、画像を見ていきましょう。はい。まあこれが DM ですね。はい。えー、次いきましょうね。はい。えー、まあテキストがありますね。えー とまあ、長野海人さんという方が書かれているみたいですけど、これディレクターの方なんですかねすみません、ちょっと私知らないんですが、ごめんなさいね。えー、これ、沼田さんご本人にね写真撮らせていただきました。えー、この作品です晴らしい作品だと思いますよ。これ、すごく重要な作品だと思いますねちょっとね、えーまあ、作品見ていきましょうか。はいえーまあ、カニですね。カニがこうあるわけですね。ねでこう手が、ね、カニを持ってるっていうねこれ立体作品ですね。ね立ってます、これね。で下にこうあの海ですね。海のこう波が。 ね、波がこう痩せてる。こう今見たらこれかっこいい、すげえいい T シャツ着てるな。なんだこれ。うん。まあなんかすごいいいあの方で、いい感じの、フランクな感じの、すごいいい感じの人でしたね。はい。で、これね、ちょっと彼女にとっては新作なんじゃないかと思うんだけど、えー、っとね、えー、っと、これ一番奥にですね、写真があるんです。あ、奥 うん、奥ですね、多分ね、これ。一番奥に写真がありまして、えー、その上にですね、アクリルを載せていて、その上に、こう、またこうコラージュみたいな感じでですね、えー、載せて、写真を載せて、で、色塗ってるって、こういう作品ですね。これをちょっとトランプみたいに見えるようなね、えー、少しこう、騙し絵っぽいっていうかな、えー、感じで書いてますね。はい。で、このシリーこういうシリーズをやってるんですね。 えー、でですね、これね、えーまあ、先に言っちゃいますと、私が,が一番重要だと思ったのは、これはですね、例えば砂浜の足跡ですね、があって、ここに、これは何かなこれちょっと何か分かんないけど、これ、たこ焼きみたいな感じ、違うか、えー、これ、チューリップですね。えー、で、これは一番奥に海があって、これは何か分からないけど、パンに見えるな。で、これ、人のこのね、絵が描いてありますね。 えー、でですねこれ一番僕が重要だと思ったのは一番奥です、えー、一番円形といいましょうか遠い、えー、景色の形ね円形にあるのが自然なんですよ自然なんですすべ、えー、ての画像がこれねおそらく僕ちょっと彼女と話したんだけどおそらく彼女そんなに意識してないと思うんだけど一番円形は自然なんですね でえっ、ー、と彼女自身はそのネットの情報みたいなものとかあインターネットとかねそういうところの非常に現代的なところに、うん、えっと注目している作家なんですね。なのでえっ、ー、と彼女が考えていることと僕が考えていることは違うと思いますよ。ただ僕が、えー、と受け取ったのは受け取って一番重要だと思ったのは一番遠いところにあるのが自然だということです、すべて。はい これなんかいちごのなんかお菓子か。うんうん、でねこのこのタイプの作品が一番有名なんですね彼女は。これ、えっと僕ねもう大学3年生の時に僕これもう見てる。だけどえっと覚えてますこれずっと作ってるの。でね今回はなこのあのねこれ,これね何て言ってこれおもちゃなんでしょこれなんかあの丸いさあのなんていうのチューブみたいなのをカットしたのをこう熱かなんかでくっつけていったらあのこう絵が描けるっていう。 あの子供とかが遊べるようなあのおもちゃらしいですね。で、これありますよね、よくね。はい。で、これの、このケロッグなんですよ、今回ね。ケロッグっていうのに、うん、ケロッグってあのコーンフレークのケロッグです。で、に注目した、えー、っと、作品なんですね。で、これね、ケロッグ兄弟っていう、ケロッグ兄弟っていう兄弟が会社を起こしてるらしい。で、これはね、もうめっちゃ面白い。で、ケロッグ兄弟、すっごい面白いから、ぜひ注目した方がいい。 あの皆さん、検索してみたら、これ、普通にウィキペディアで出てくるんですけど、ケログ兄弟っていうのが、そのコーンフレークを作ったと、それはなぜかっていうと、ですね栄養をこう,うまくですね摂取するために作ったわけですね、効率よく栄養、健康食品として作ってるわけですよ、それを開発したのが、ケログ兄弟のお兄ちゃんのほうらしい、で、このお兄ちゃんの方天才みたいなやつらしくて、ハーバードだったかな、どこだったかな、ちょっと出てですね、た科学者なんですよ。 ね、でこうやって作ればですねとても健康にですね、えー、腐ることもないわけじゃないですかあのトウモロコシとか腐るけどさで美味しく牛乳とか入れたら食べれるじゃないあのケロックってん。なんだけど弟の方はこれ砂糖にまぶしたらめっちゃうまくねってなったわけ。 もともと健康食品を作ったのに砂糖にまぶしちゃったら意味ないということでお兄ちゃんは離脱するわけね。でお兄ちゃん離脱した後もいろいろ研究続けるんだけどね。なんだけどそういう形でケロッグは結局でもそのあのめちゃくちゃ何て言うのあの体に悪い食品としての象徴として今例えばアメリカまあ、ネトフリとかでもいいやネトフリのあの動画とかだったら子供がさあのなんかあのえっ、ー、と なんていうのね、野菜じゃなくてさコンフレーク食べたいとか言ってダメよあんな体の悪いものとか言ってでねよく言われてるじゃないそういうものの象徴になっちゃったっていうことねその何て言うかなそういうついい,あのいろんな意味で現代って極めて現代的ですよねその健康食品みたいな意味もあるし、えー、とある種の,その記号性を帯びているっていう意味でもそうでね、えー、それをおー、まあ、モチーフにして、えー、描いているっていうことですねあそれをこう歪めてね 歪めててて描いてるっていうことですねでこれも同じえっと円形が自然でしょはい、ね、この絵いいねこっちのなんか絵いいねお餅を持ってるみたいな感じだけどこれいいですね、はい、でね僕はねやっぱねこの作品がすっごい重要だと思ったでねこれね何がじゅこれ何かっていうとねこれねあまあ要するにここに手があってでこのね えっとここは、えー、っとカニが、まあ、ゆが歪んでるカニ、ね、の,なんていうの,あのビニールのおもちゃですよね空気を入れるがあるわけですけどこの間がねこのね非常にビビッドな、ね、緑に塗られてるじゃないこの色は明らかにグリーンバックのグリーンですよねでしょで僕はねこれは重要だと思っただから実はですね 現さっき自然っていう話をしたけどね現在の最も円形にあるものっていうものは実はグリーンバックなんだよねあるいはブルーバックでもいいんだけどねグリーンバックとかブルーバックが現在の円形なんですよでそのグリーンバックとか、えっと、ブルーバックこそがさっきあの藤倉さんの話もしたけどねこのね奥行きを作ってるのつまり実は最も奥にあるっていうその超越性にあるんじゃなくて超越性 すごいその消失点ですね。バネシングポイントにあるんじゃなくて超越性は。じゃなくてその隙間にグリーンバックのグリーンが入ってるんだっていう考え方なんだよね。これ。これはね、ものすごいね、現代の手触りをね、あの表してると思うね、僕は。あの、すごくいいと思います。うん。と同時にね、僕ね、そのグリーンバックとかね、えブルーバックっていうものについてね、あんまり考えてなかったんですね。僕はあんまり、まあ僕自体は使わないからね、えー、なんだけど、 あのー、これはねグリーンなぜグリーンなのかなぜブルーなのかっていうことだと思うのねでもちろんねそれ単純に言うとねグリーンとかブルーだったらねあごめんなさい、えー、と画像をはめ込みやすいわけでしょあの要するに飛ばしやすいわけだなんだけどでもそこには僕はやっぱりね必然性があるんだと思う本当はつまりねグリーンやブルーって何かっていうことですよこれはね空のブルー、えー、海のブブルルーー海 それから木葉葉っぱですねの、えー、グリーンでしょ山のグリーンでしょつまりねこれ自然の色なんだよ自然の色こそが最も円形として向いているわけですそして奥行きを示すものとしてね向いているのなんでかっていうことですよなんで PC 上あそのコンピューターグラフィックスで、えー、操作する時にも緑をや青がえっ、ー、と お最も奥にある自然、えー、ベースですよね我々の認識のベースとなる自然として、えー、使われているのかっていうことですね、えー、はなぜかというとですねコンピューターグラフィックスそれ自身が我々と似ているからだと思いますやっぱりコンピューターグラフィックスは他者ではないんです我々と似た何かなんです我々の目と似た何かを コンピュータータが持っているっているうことですよつまりねそれは我々の認識の単純なコピーだっていうふうに考えてもいいけどでも僕はそういうふうには考えたくない、えー、つまり我々のあのた似た他者我々と非常に似た他者がそ,のそこにいるんだっていうふうに考えたいですね僕は。 えー、それを考えるときにグリーンバックとかブルーバックっていうもの、えー、コンピューターグラフィックスにおける自然すなわちグリーンバックあるいはあブルーバックっていうものを考えるっていうことがすごく重要なんだということに気づかせてくれた、えー、そういう作品でしたね、はいえー、素晴らしい作品だと思うんです僕は、うん、この厚みがねすごい厚いんですよ、うん、すごくいいと思いますねはい えと僕はね、これすごいです。あ、ごめんなさい、ケロックね、えー。ケロックはね、他にもね、こういうのがあるんですね。こういう作品ももう一個あるんですね。うん。ケロックっていろんなキャラクター作ってますからね。うんえー、それがこう溶けてるっていうかね。えー、そういう作品ですね。ね。あまあ、ディテールこういう感じになってます。はい。ね。えー、ということでね、えー、こちらもね、大変刺激を受けましたね。えー、とても面白い作品でした。えー、っと、 えっと、これですね。はい。えっと、沼田ゆかさんの個展ですね。え、あいまいとのランデブ、ーコートヤード広で、開催されておりますので、よろしければ、あと1週間ぐらいね、あるんでね、また皆さん、3月26日までですね、2021年、なので、ぜひ、行っていただければと思います。はい。ということで、皆さんね、よろしければ、ぜひね、いいね、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。